こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一粒米です。一粒の米、伊山霊友が一粒の米を示して、百千万粒の米はこの一粒の米から生じたが、それではこの一粒の米はどこから生じるのか、自分で答えて言うには、この一粒の米を粗末にしてはいけないと。この一粒の米こそが全ての根本である、すなわち森羅万象のことごとくの現象、他の根本一である。父母未生以前の自己本来の面目、発心のことです。それでは今から一粒米を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。